ビレチャの戦いは、1388年8月に、ブラトコブコビチ大公を率いるボスニア王国軍と、ララシャヒインパシャ率いるオスマン帝国軍が、ボスニア王国南部のザクルミアで衝突した戦闘。ビレチャ周辺の地を略奪していたオスマン帝国軍を、ボスニア軍が襲撃し、決定的勝利を挙げた。1380年代からトラキアを拠点とするオスマン帝国は、 バルカン半島西部にも政治的、軍事的影響力を及ぼし始めた。マケドニアの領主たちを次々と従属させた村と一世は、さらに西方のアドリア海沿岸まで軍を派遣するようになった。バルカン諸国は互いに反目し合っており、オスマン帝国に協力する者も多かった。しかし、ボスニア王国は半島の大局に位置する遠方の国であり、 セルビア帝国崩壊後に現れた多数の国々が間に入っていることもあり、オスマン帝国の侵略からは安全な地域と考えられていた。しかし間もなく、オスマン領トラキアとボスニアの間の障壁は無意味なものとなった。意味をなさないことが明らかとなった。ボスニアオースティエパントブルトコ一世は、オスマン帝国村と一世の属国であるゼタ公国の支配者、 ジュラジセ世イバルシッチと対立し、予想されたよりも早期にオスマン帝国の侵攻を招いた。1386年10月に起きたオスマン帝国の侵攻については、詳細がわかっていないが、おそらくはジュラジセ世イバルシッチが要請して引きしたもので、近隣のラグサ共和国でも混乱が起きた。1388年、ジュラジセ世イは当時エピロスで戦っていた。 オスマン帝国の将軍ララシャヒーインパシャと連絡を取り、スティーパン・トブルトコ・イ世を攻撃するようけしかけた。ララシャヒーインパシャオスマン帝国のボスニア侵攻は、1388年8月前半に現実のものとなった。ムとイ一セイは、ジュラジ二世を支援させるべくララシャヒーインパシャを出撃させた。オスマン軍が、ボスニア王国のすぐ南のザクルミアに入ったのを受けて、 近隣のラグサ共和国は、ジュラジニセイのもとに死者を送り懸念を示した。8月15日、ラグサは侵略者を避けて逃げてくるボスニアの領民を受け入れることに決め、貴族と庶民をそれぞれドゥブロブニクとストンの島に避難させることにした。ストンを防衛するための城壁も準備された。8月19日、島の全住民は防衛体制を整える仕事を課され、翌日には、 スティーパン・トブルト・コイッセイも千人の自民を送って、工事を助けた。また、もうすぐ近くまで迫っていたララシャヒンパシャのもとには、ミッシュが派遣された。ラグサビトは差し迫った危機から自らを守るためあらゆる手を尽くそうとしており、このミッシュはおそらく、オスマン軍司令官との交渉と内定の両方の任務を帯びていたと考えられている。8月22日には、 ハンガリー王国の宮廷からも死者が到着した。村と一世が派遣してきたオスマン軍の規模は分かっていないが、自らの子軍列に加えていることから、相当な規模を有していたとみられる。王国を征服するほど大規模ではないにしろ、単に敵地を略奪するだけの一段という規模でもなかった。遠征の目的は、ボスニアを略奪破壊するとともに、 村と一世の部位を誇示することであった。ブラトコブコビチ大公を率いるボスニア王国軍は、一旦オスマン帝国軍をビレチャまで引き込んだ。そして、ザクルミア共国でオスマン軍に接敵し、決定的勝利を収めた。ララシャヒーンパシャは、数人の部下と共に、命からがら逃げを押せた。戦闘が起きた、正確な日付については、諸説ある。 後世の年代記は8月27日としているが、実際には8月26日の時点ですでに、ラグサ共和国が、ハンガリー王、ジグモンドに、戦いの結果を知らせる使者を送り、同時に戦前から拘束していた、オスマン軍に参加した経歴を持つ、ゼカ人にアルバニア人を釈放する措置をとっている。オスマン帝国軍の敗北により、スティーパン・トブルトコ一世と、ジュラジ二世バルシッチは、 関係を修復していった。しかし、オスマン帝国による周辺諸国の襲撃略奪が収まることはなかった。ボスニアについては、ビレチャでの勝利後ほぼ一年の間、オスマン軍の攻撃にさらされることはなかったが、1389年6月、村と一世が自ら軍を率いて精神してきた。おそらく彼は、 最終的にスティーパン・トブルト・コ一世を打ち破ることを目指していたが、同時にセルビア公国の支配者、ラザル・フレベラノビチがビレーチャでボスニア王国に協力したのではないかとも疑っていた。この結果、ボスニアとセルビアは共同でオスマン帝国に抵抗しようとし、コスボの戦いが勃発することになる。ありがとうございます。